15歳、メガネ大好き人間。持ってるね。はい、思いつかないもんね、メガネ大好き人間なんて。普通は思いつかないです。学生の間に大流行しているイヤホンガンガン伝言ゲームをぜひやってみてほしいです。はい。何？どんな？まあ言ったらいわゆる伝言ゲーム、このうるさい音をやるののもう携帯でイヤホン聞いてガンガンに音を流して伝言しますよっていうことです。口だけ見てってこと？まあだからそうなりますよね。ちょっとじゃあそのものなのかにもよるよね。そうですね。じゃあこれも。始まってる。なるべくうるさいの。最大。じゃあこれもうるさいの。やってます。おお、うるさ。はい。やってたんだよね。どういうこと？口で言うの？そうですそうです。口で言って口で言って。いきますね。じゃあ僕のはい。私も食べられたくはありません。ああ。私も食べられたくはありません。どういうこと？いますよ。いますよ。私も食べられたくはありません。私も食べられたくはありません。これ俺が言って、はい、言って俺外してんの？はい。合ってるかって。もう外していい。はい。私も食べられたくはありません。いやだってこれ聞こえてるからいやだってお前が勝手に言ってんのと当たり前だけどこの距離が違うって言うんじゃないからこの距離がこってずっと俺意味が分からないけど仕組みが何やってた大人が集まってるか当たり前だけどお前が勝手に言ってる感じが聞こえたら当たり前だけど。